ハッセルのリクンとジャスティン太郎、やる気元気大輝と、そしてナルシストブルヒャルです。お久しぶりです。タルさんはね、メイクの動画と、メイクと飲みコールしか出てませんね。そうなんだ、ね、優しいブリーフ出た。おしゃー、まあ、今日はもう見たらわかるわ。何ですか、汚なテーブルマナー。めっちゃ汚い。ゴミとかどうしてんの。みんなに売れないホストのテーブルマナー。めっちゃ汚い。今日ヒカルがいるでしょ。はいはい、何でしょう。これは察しよう。メイクかな。メイクだろうね、多分。このくらいにこれメイクでしょ。メイク、炭酸水で落としたらみたいな。新しいけど違うんです。何ですか、はい、歌舞伎町ホストが教える、歌舞伎町ホスト今一番流行ってる飲みコール。よいしょー、出ます。過去を見てれば分かると思うんですけど、うん、結構飲まされがちというか、そうですね、毎回なんかその毎回で、あ、待て、今こういうこと言うと先に飲めみたいなコールされるから、一回待って、俺の話聞いて、はい、一回俺の話を聞いて、はい、これまだ水だから、はい、俺、今日営業前に大輝さんに言いました。はい、何で覚えてます、何ですか。何、今日、うん、飲みゲームの撮影っていうね、大輝が言ったんよね、まず、うん、そうそうそう、俺何て言った。いやー、今日ちょっと体調悪いから、うんうん、撮影は飲む系は無理だね。うんうんうん、うん、っていうのを分かった上でやる。飲まそんだけはいいってこと。俺はどんなゴール、俺コールしないからグーグーしかやらないから、はいはいはい、で、だから光呼んでんじゃん。それでも撮影しようと思ったの。まあだって俺は待ってるリスナーがいるからさ。かっこいいじゃん、なかなかいいじゃん、ダンジョンダモンかっこいいじゃん、なかなかいいじゃん、ダンジョンダモンかっこいい。いいな、かっこいい。まず水を飲ませてくれ。あ、もちろん最初はチェイサーで。じゃあそれではね、大学生も、はいはい、社会人の飲み会でも使える歌舞伎町ホストの最新飲みコール行っていきたいと思います。それではいきます。カーダウン。よいしょって何。まあ今日はね、優しい、言いたいコールが5個あって、うん、5つ、シチュエーションに応じて使えるコールみたいな感じ、ね、大事やな。だからこの、まあとりあえずこれをね、まず引き出したい。あー、分かる。確かにやるってことね。そう思った時にじゃあコール振りますね。普通の会話でね。あー、だどういう系が好きとかはある。あー、どういう系。俺はね、上から下まで黒ギャル。うわ、そうなんだ。ギャルがマジで好きなんや。ギャル好きなんや。でもね、俺女だったら多分ギャルなんや。あー、確かにね。確かにギャルだったらギャル。しかも巨乳のビッチなやつ。おー、誰よりもギャル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 。どうですか、飲んでみて。なんか、はいはい、ヒカルがちょっと恥ずかしがってた。あー、恥ずかしい。飲みづらかった。俺も飲んじゃったし。そりゃそうや。これ、もう一回やってみよう。だから、もう一回やりたい、もう一回やりたい。てめえら、しょべえじゃん。うわー、ギャルな喋り方。私、俺たちじゃ飲めねえからって。西野さんってさ、私、マジでさ、ギャルだよな。めっちゃくちゃギャル。誰よりもギャル、誰よりもギャル、誰よりもギャル、誰よりもギャル。ちょっと一個いいかな。ギャルか。一番ギャル。めっちゃギャルだったら絶対一番巨乳よ。リクトさんとか絶対キャバ嬢だし。俺絶対キャバ嬢。間違いなくね。絶対キャバ嬢。ちなみに財布はヴィトンのあのラメラメのやつ。うんうん、で彼氏はエナメル、エナメル。彼氏は絶対ホスト。そう、それでいいの。偏見なのかな。ああ、本当めっちゃギャルやん。それで、そういう誰よりもや。ギャルホスト。誰よりもギャル。まあでもギャルも多分。いっぱいいると思うんですけど、いろんな種類がね。そうっすね。でもどういうギャルが好きなの、ヒカルは。ギャルもそうですけど、最近なんかこうセクシー系も。ああ、 AV 女優。いやいやいや、行き過ぎ。行き過ぎじゃない。セクシーって言われたら大人っぽい。そう、大人っぽい感じがあるんですけど、どうっすか。でもやっぱ男として俺はセクシーな男でいたいな。確かに。ああ、やっぱそうっすね。それがさ、やっぱさ、セクシーな男はかっこいいよね。じゃあ一言言っていい、セクシーっぽい。え、年年。かっこいいじゃん、それが。なんかコールある。セクシーなあの一言ね、お願いします。君のイボジが、はい、ノーセクシー。僕、はい、まあ一応これ飲みコールですよね。そう、あの、違います。でも飲みコールっつったってただ教えるだけじゃいかんけど、その場にあったノリの会話で、だから今、うん、だからまあ男性がもし見てるのであれば、お持ち帰りしたいとかあるんだけど、その時にうまく飲ませれるための講座を我々ホストが教えてるんですよ。お持ち帰りのコール。だから君たちはその誰に飲ませたいかが分からん。なるほどね。なのになんか俺がそれじゃあ見てる男性諸君もこれはなる。逆に言えばちょっと、俺さ、コール知らないから。いや、言い過ぎよ。え、だとしたら逆に、いや、俺やったらラリアットしたいもん。嘘、としたら、マジで飲めないやつこそラリアットしたいんだよ。逆に楽
マルシャルタイム。ゲゲッタ最近流行りのコムドット、ちょっと噛んじゃったけど、いやどうですか、楽しい、楽しそう、はいはい、あ、よかったね。1個だけ気になったの、本人が言ってるの1個だけね、1個だけ気になったの、ラリアットから入ったじゃない、はいはい、大輝だけストレートやったやん。見返したら分かる、飲まないやつにはストレートだから。楽しかったかも。あ、嬉しい、嬉しい、本当に2人がそれを言う、だからその、でも使い道があんまないんじゃないかな。いや、そんなことないよ。おお、え、オッケー、じゃあまず飲めない手の下りを。あ、そうですね、飲めないやつには、やります、やります、何々党みたいな、やる代表としてやります。おい、誰よりもギャル、誰よりもギャル、これ、誰よりもいかにギャルのポーズをするかっていう。ああ、確かに、なるほど、そこなんだ。いや、俺ちょっと待って待って、もう飲めない、飲めない、飲めない、二人も、あ、終電ある。いや、でも社長として飲めないの、俺さすが。ゲゲットゲゲット、飲めないやつ、ヒューありやっと、ヒューゲゲット、ゲゲット、はい、腰痛持ちにはコルセット、ゲゲット、ゲゲット、はい、山形くんさん、マスカット、ゲゲット、ゲゲット、最近流行りのコムダット、あった、文句あった。なんですか、何やねん、投げ、長い、投げ、だから今ゆっくり飲んでくれた。なんか言われて嬉しいコールが一番いいやん。あー、まあかっこいいじゃんみたいなやつ、まあ、ちなみに誰よりもギャルは嬉しいかも。あ、嬉しい、いや、やっぱギャルなの、俺が一番ギャルだよ。あげー、オッケー、言わねえぜ、言わないんだ。じゃあギャルっぽいことを一人ずつ言って、一番ギャルの人が飲める。あー、いいっすね、いいっすね、いいっすね。じゃあ最初にちょっと出落ちしたいから、いい、つらいから、いいよ、チョベリバ、あー、ちょっと古い、いや、これでいいんじゃん、俺はいい。じゃあ俺行くよ。あ、渋谷の取引で飲まん、まだわかんない。でもまだちょい、お前ダッチで滑ってるから。いやいや、誰よりもギャル、俺から言っていいの。あ、いいっすよ、ジャスティンから行こう。ジャスティンから、あ、いいのね、いいっすよ。膝から下、ルーズソックス、キャサミン、飲むだね、飲むだ。何？ヒカルに申し訳ないけど。じゃあ、いやいや、ヒカルで、もう誰よりもギャルでもらう。それはてか、おお、すげえ、ぽいわ、もう。なになに、なんか、コムの後ろのプリクラめっちゃ白くなってきたから、次星作って写真撮らね。ナチエー、誰よりもギャル、誰よりもギャル、誰よりもギャル。コムは、ウィルコムでしょ。ウィルコム、いや、わかるよ。後ろ使いすぎて、後ろ使いすぎて、俺、コムドットのことかと思ってた。いや、違う、違う。俺、何のコールがあるか分かんないけど、引き出してほしいわ。あ、分かりました、分かりました。引き出そう、引き出そう、引き出そう。お前らがお持ち帰りしたいと思って飲ませてこいよ、必死こいて。なるほど、なるほど。したい、したい、すごいしたいっすね。いやいや、目見つけてるやりしたい、全員しちゃ向いて、性病持ってそう。偏見や、持ってないよ。怖い怖い、何で飲まされるの、怖えよ。確かに、リクトさん別に何も考えなくていいから、普通に喋ればいいんだ。普通で、普通で。え、でも飲み会ってことだよね、今。飲み会っすね。え、ジャスティン、ちょっと一本ちょうだいよ。いや、俺も今日ないけんさ。え、ない、うん、そのありがとう、なんかあるね、当たりのど真ん中でいいかな。え、いい、当たりのど真ん中で、一応ラッキーストライクです。いや、すごいベロナが、いや、でもいやらしいな、いやらしいわ、いや、いやらしい、うわ、いやらしい、かわいい、かわいいな。あ、でも若いからね、まだ。まあでもさ、今の時代ってタバコ吸う時代じゃないんや。あ、そうなの。なんか、例えばさ、タバコ吸うのがなんかちょっとエロいみたいな。あー、あるかも。違うやん、そうじゃないんや。え、リクトさんは神じゃないっすよね。もう俺は神じゃないね。リクトさんの神でもないし。あら、いや、うまいな。ゴッドね。え、じゃあ怖っ、喋るの。リクさんの声相変わらずうまいもんな。え、吸ってみようかな。あ、いい、吸っちゃいない。色気あるわ。ないないない。色気あるよ。うわぁ、すごい。ない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 。めちゃくちゃ黄色いソファ、赤いソファの一人用で。うめぇ、黄色系がおかしくない、リクと。ちょっと違うんだよ、分かんない、色本当に分かんないから。本当に分かんない。ちょっともう一回考えて、これ吸った後の感想を言えばいいんだよね。言ってほしいっすよ。オッケーオッケー、それは大人風に。いやいや、普通に言っていいよ、リッケ。全然考えすぎなくていいから。全然ちょっときついな、度数がな。うん、あー、まだね、かわいい、かわいいよね、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいいけど、かわいいじゃん、お前。でも多分紙タバコ。あー、わかった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 、ありがとう。あー、いい、感謝の気持ち。なんか甘い、めっちゃ甘い、なんか本当に感謝の気持ちだ。感謝の気持ち、甘いな。りっくんはさ、ちょっとエッチなことするときとか、エッチなことするときとか、どういう性癖とかあるの？エロいな。あー、セクシー、
セクシーサンキュー、セクシーサンキューラブレス、セクシーサンキュー、セクシーサンキューラブレス、セクシーサンキュー、セクシーサンキューラブレス。どうですか、下手。めっちゃ長かった。俺何も知らんでいい。俺に任せてくれ。これタイトルが何でもいい。すっげえいい声してる。ちょっとジャスティン、耳と、はい、耳こうやって伏せて。あーって言ってガチで絶対。あーヘイジアーババミージュババーあーどう最近。いや、俺いや飯とか結構俺なんか最近ハマってて、うん、そう結構グルメになってて、うん、寿司とか。あーうまいね。俺も好き。好き。え、何が好きなの？エビやんな。そうなんよ、エビなんよ。俺さ、俺マグロとか、俺は金目鯛とか、俺イカかな。あ、俺白身が好きやん。あ、白身か。あ、白身か。なんだドラムだ。いや、白身はなんか最初にね、もうちょっとメジャーなやつ。あっさり白身、あっさり白身。いや、白身いっぱいいろいろあるかもしれないしね。白身は一回忘れた方がいいかもしれない。もうちょいなんかこうで、その後に赤身でさ、ちょっと定番すぎるかも。惜しいな。赤がいいとか。ああ、ちょっと行き過ぎた。俺イカとか好きなんですけどね。イカうまい、イカうまい、イカうまいな。イカはもう結果あとね。イカが結果。イカうまいよな。でもイカよりもっと柔らかい。おお、海鮮物あるやん。一番素で合うやつ。うわすげえ。一番そんな理解力あるのお前。好きなネタ。なんですか。タコタコオクトパス、タコタコオクトパス、タコタコ。よくわかった。今お前がすごいわ。普通にめっちゃすごいよ。分かった。寿司のネタの時点でもう分かった。あ、ほんと。いやー、結構いろんなコールやったね、今。やったよね。ついにこの企画マジで無理なんよ。やりました、やりました。飲みたくないね。ミキさんがめっちゃ飲むからね。嫌がってるよな。でもリクトさんに毎回さ、結局こうやって飲みコールの時飲ましてもらってるよね。飲んでもらってるよね。めっちゃ飲んでもらってる。で、飲みコールの時大体ジャスティンいつもベロベロじゃない。まあまあ確かに。確かに。俺もなるよ、多分。そうですね。本当にオープニングと人違ってってるもん。でもさ、俺とさ、ヒカルからしたらさ、ジャスティンとさ、あのリックに、まあ確かにね、いつもいただいてるやん。そうですね、そうですね。こう給料もそうだし、そうだ、めっちゃいただいてるかもね。お酒もいただいてるし、すごい。精液もね。いただきマチュピチュ空中だし、見せて見せて、見せて見せて、ほら見せて見せて、ほら空中見せて、ほら見せて見せて、見せて。違くね、違くね。コールなんか、なんて言った今。いただき知らんやん。知らんな、知らん。あと、いただいていいですかとか言われてないのに急にいただきますとか言われたって俺飲めないよ、そんなに。いただきまゆゆ、いただこうかな。いただきまちびち空中都市、ほら見せて見せて、見せて見せて、見せて見せて、見せて見せて。これ皆さん、あの使う時にあの注意点なんですけども、いただきまちびち空中都市で乾杯。そして、見せて見せてはこう、こう、まあ、飲ませたいやつに飲ませたい、見せて、見せて、見せて、で、飲んでるとこを見せるってことよね。見せたい、見せたい。いきなり最初で言っていいのかな。いただきまーすみたいな。チュピチュ空中都市、ほら見せて見せて、見せた見せた、見てる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 。これ楽しく電源飲めますよっていう発声コールがすごい。すごい。先輩にやるならもっと強くやった方がおもろいだろ。すごい。違うね。そっちなんだ。違うやろ。見せて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 。お前らさ、ホストでもうナンバーワン、先月ナンバーワン。ありがとうございます。ナンバーワンね。おーい、売れたい売れたい売れたい。そのレベルでもう終わりなの、引き出せないの、もう。あー、今はね。俺と聞かれて今さ、氷いっぱい出しちゃう。いや、例えばさ、ググッとみたいなあるやん。ありますね。飲めないやつにはラリアット、ラリアットやろ。じゃあ、一個ずつ全員で言ってくる。おーい、あー、なるほどね。うん、ググッとラリアットからの俺で言っていく。いいよ。それに続いて俺も言うの。あ、言っていいよ。でも気持ちよかったら全員飲み。分かった。あー、なるほど。気持ちよかったらね。気持ちよかったらじゃあ。じゃあ一回乾杯にしよう。乾杯。あ、俺か。
あ、ちょっともう一回。いやめっちゃやばいわ。いやごめんごめん。いや指差したい人かと思った。めっちゃもう一回やりたい。ごめんなさい。なんかもう一回言うなよ。それはもう反省しろ。もう一回やりたい。何？ダメだぞ。優しい。優しい。優しいじゃん、なかなかいいじゃん。じゃんじゃん、どもーちゃん。おい、優しいじゃん、なかなかいいじゃん。じゃんじゃん、どもーちゃん。ラリアットが主体。こういう感じで。あ、だから2回言った。俺決めた。いやいや、おいで。俺も。かっかむ。俺も。俺、同じ。先に言うけど。いや、ジョジョ関係。いや、ジョジョ関係じゃない。俺は同じでいいっすよね。いいよ。なんでさ、俺落ちな。いや、もうもう。いやいや。OK、じゃあみんなで頑張りましょう。OK!カカロット。ええ。ええ。俺。ああ、あったね。カカロットが分かんない。ああ、どうです。はい、ということで、ヒカルも久しぶりだよね。久しぶり。え、そうなんだ。超久しぶりっす、俺。で、飲み講義やったんですけども、まあぜひね、皆さん、あの大学生も社会人も飲み会とかね、サークルの飲み会とか何でもいいけど、ないあの今、ご時世にぜひね、皆さん、飲み会の際には、はい、僕たちのこれ使ってみてください、はい、僕たちの動画ね、あと4本ぐらいね、飲みコールあるんで、ホスチル概要欄の方に全部貼っておくんで、お願いします。あと、高評価とチャンネル登録最近減ってるんで、ぜひ、最近見てくれてる人、あ、意外とチャンネル登録してなかったなって人、ぜひ今、ポチッと飲みコールに関してはコメントしたら全部いいねをします、僕が。おお、任せてください。かっこいいじゃん、なかなかいいじゃん、なかなかいいじゃん、なかなかいいじゃん、押してて、おこれダギの携帯、おいバッと。俺はあるよ、そのまだあるんや、まだあるんや、どうなんやろ、俺もまだある、あるよ。じゃあ3人で1回やろうか。で、りっくんが面白いと思ったら飲んで。あ、そう、面白くなかった。あー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。人に乾杯してよ。じゃあ、面白くない人と乾杯する。最初はラリアット。え、なんで俺確定やん、飲むの。乾杯。ググッと飲めないやつにはラリアット。はい、ググッと、はい、ググッと、好きなおやつ、おっとっと、はい、ググッと、はい、ググッと、運転うまいよパイロット、はい、ググッと、はい、ググッと、はい、操り人形マリオット、はい、どうすか、こぼして何も聞いてなくて。